対戦に対しては、やっぱ、いろいろ聞いたり、それもあったり、まあ、いずれは起こした今までの、態度や経理や経験不足や、あとはやっぱ一番聞くのはお金の関係ですよね。餃子キット君もお金貸してあって。だみんな大層と会う人間ってみんなお金貸してるんですよね。確か何だか鉱石にもお金借りたんだっけ？訴えた人間でお金貸して、それをあいつはお金は払わないで、それで事件でパーにさして終わりにして、金借りてるくせにあいつ金返さないで、そこ相手に訴えて、それ示談金だって。本当に情けないやつだ、人間として。金借りたら金借りたら、その金を返せば、まあ筋は合うけど、その金返さないで、それは事件代だってやっちゃったって聞いてますね。何もかもがでたらめ、あの子は。そんな話しか聞けない。いい話が一切来ない。まあ、別に何か言わないけど、かっこいい、あいつは。本当に。